どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はまあなかなかヴィンテージ曲になってしまいましたけれども、そして僕は途方に暮れる大沢俊之さんの名曲なんでございますけれども、最近ではですね離れ組さんもカバーして いましてですね、これがなんともこうキュンとくる曲なんですよ。これ1984年にリリースされたってことなんで、もう相当僕小学校6年生の時の曲なんですけどね、未だにこう歌い継がれている曲だと思います。これ結構ウクレレガズレレ流でやると簡単ですからね、ぜひ皆さんもやってみてください。いつものように、2バージョンやります。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超簡単バージョンやって、後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンもやったんですけど、原曲に近い大沢俊之バージョンに近いというよりはちょっと離れ組さんっぽくいこうと思うんですけど、ちょうど間を取ったぐらいのこうバラードっぽくやるのがいいかなと思ったんで、オリジナルガズレレオリジナルで、かっこいいバージョンやってみようと思います。はい、この大好きな曲を自分で歌うだけじゃなくて演奏する、この今日のかっこいいバージョンもそうですけど、この演奏までね、この感情表現をこう乗っけられるとまたいいと思うんで、そういうのを音楽やるっつのを皆さんにやってほしいんですよね。楽器はダメよ、私音楽苦手なの。そんなあなたウクレレだったらできますからね。これ簡単なんですよ。奥はもちろん深いですけど、弦4つしかないし、しかもこんなちっちゃいでしょ。いつでもどこでもできます。そして今これ載ってるガズレレ YouTube チャンネルだったらいつでもどこでも無料でちょっとご飯炊く隙とか家事の隙間にもちょっと練習できます。 YouTube でね、スマホでも入れますから。で、持ち方とかコードの弾き方全部解説してますからね。でここにこのちょっとしたらリンク貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンのここというところに行っていただいて、数字の1から順番に動画を見て一緒にやるだけで、あれ私弾けちゃってんじゃないってすぐなりますから。そこにはもうすでに650曲以上の超簡単ウクレレレッスンムービーが上がってます。ありとあらゆるジャンルです。洋楽歌謡曲、夏メロからも、本当にハワイアンもちろんある、演歌もあるよ、昭和のアニメソングもある。ぜひ始めましょう。いや始めない理由がないですよ、本当に皆さん簡単ですから。はい、じゃあここにリンクあります。ここの、初心者レッスン、ここをクリックいってらっしゃい。カチッ。いってらっしゃい。さあ楽しく音楽やりましょう。さあ行きますよ。そして僕は途方に暮れる、まずは初心者向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。でん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 。そして
僕は遠に暮れる。そして僕は途方に暮れるシンプル簡単バージョンやってみました。ああ、もう4つ弾きでもですね、いいですよね、やっぱり。素晴らしい。はい。今のはもちろんガズレレ流ショートカットバージョンでございますけれども、フルでやりたい方、書き出してください。2番とか、後半のところとか。はい。で、一応要素はすべてここに出揃っていますんで、自分で書くのをおすすめします。頭に入りますかね。その時の参考になるように、先ほど動画内のテロップと、このノートをこう写してもらうと、またイメージがつきやすいかなと思います。これイントロから始まりまして。すげえシンプルです。はい。じゃあ一時停止するんでメモってください。どうぞ。ここをまず、まあ、A メロだな、ここまで。はい。ですか？あ、音出るって言っちゃった。はい。A メロメモってもらった。じゃあ次。でこれでちょっとここの産業がいわゆるサビというかなんですけど、ちょっと土地の都合ですね。土地のこっから急に尺がこう倍取りになってますんで、すいませんね、詰まっちゃって。はい。なんでこんな感じですか。はい。あ、まずサビね。はい。この産業がサビです。はい。一時停止で、こっからブリッジパート、航路のところになって、ここね、よく見てください。今シンプルカージョンはシンプルバージョンの方が D マイナーでやったんですけど、本当は A シャープってコードがいいです。なんで、今のは上の段、これから後半やるかっこいいバージョンで A シャープでやります。はい、後で解説します。ちょっとまずメモってください。ここからちょっと尺が短くなってまして申し訳ないですけど、でここからサビに戻る感じですね。はい。で最後、そして僕は途方に暮れる2回やりました。これが今やったショートカットバージョンの、ガズレレシンプルバージョンでございました。で、今も言ったんですけど、下に囲ってあるやつはかっこいいバージョンで、ここだけだね、簡単バージョンとかっこいいバージョンとのコードの違いは。あともう一個あるんですけどね。まあいいや、後で説明することにします。今出てきたバージョンのコードの解説します。C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E マイナー7。6個で今やりました。6個。コード6個でこの音、そして僕は途方に暮れるやったんですけれども、これ原曲キーと一緒なんでね、本人の YouTube とか CD に合わせて演奏することができます。よかったです。はい。で、この6個のコードなんですけど、これね、これなんですよ。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードってのはよく出てくるんですけど、8個のコードのグループなんです。コードっていうのはね、星の数ほどあるんですけど、ガズレレ YouTube、今ご覧になってるガズレレ YouTube では、このガズレレ必須コードという8個のコードを覚えたら、ほぼ8割9割できます。なんで、まず基本としてこれをどうしても覚えてもらいたい。その中のメンバーなんで、まずこのセットを覚えたらできます。以前このことを解説してる動画、ここに今貼っておきます。ここでコードの勉強して、これ必須ですから覚えておいてくださいね。楽しく覚えましょう、コードは。はい。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。まずですね、かっこいいバージョンで出てくるコードを解説しようかな。まずこれ、A シャープっていうのをやります。さっきも言ったんですけど、ここの D マイナーで逃げたところを A シャープでやります。A シャープってのはちょっとね、コツがいるんですよね。押さえる場所、ここと、ここと、ここと、ここ。こういうふうに、人差し指、二つ押さえる。見てください、角度。このぐらい倒れないと、二ついっぺんに押さえられないですからね。こうやって押さえます。はい。あるいは、1フレット全部押さえて、ちょいちょいと。とにかく、こことこことこことここなんで、ここね、1フレットで一番まあ力いるんで、これ、原稿が高いウクレレだと相当弾きづらいですね。この、私の数、カスタムウクレレはこれ押さえやすいですよ。はい。で、まあ、こうギュッと押さえるか、こうやるパターンはこう制覇って言うんですけど、親指と非常にグッと挟み込んで、キュッとこっちに引っ張り込む力も使って、体もこっちに押し込んだりするといいです。で、ちょいちょいとこれ立てる。これ A シャープできる人は A シャープ挑戦してみましょう。で、ここがキーポイントでございます。かっこいい版は F って書いてあるとこは F メジャー7にしましょう。これは急に難易度が高くなりました。難しかったら F のままでもいいです。これは F メジャー7っていうのはですね、ここなんですよ。ちょっとやってみましょうか。ここと5フレットね、ここ。1,2,3,4,5 フレット。この丸がついてるの5,7,10って書いてありますから、ここをこう押さえます。これがいいです。なんとも言えないいい響き。で、この指で押さえるのはおすすめです。なぜかというと、この次もし F だったら、あ、F、F シャープだよ。この次もし A、なんつうのかな、A マイナーだとしてもこうスッといける。G7 とかでもこうスッといける。この分のちょっと距離があるんで、ちょっとでもここで軸を作れるんですよ。なんで、これで押さえるのが私おすすめしてます。まあ、これでも別にいいですけどね。はい。はい。これが F メジャー7。F メジャー7ですよ、これ。大文字だから、大文字はメジャーにしてます。小文字はマイナーにしてますね。A マイナーと。
大文字とメジャーで区別してます。はい、これでやってみましょう。で、弾き方なんですけど、ちょっと離れ組さんバージョンの方はアルペジオですっごい溜めてやってるんですよね。で、片や大沢俊之さんの方はいかにも80年代というアレンジで、タッ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 タってこう、結構機械的なんですよ。なんでね、これはもう、いいとこ取りしまして、ちょっとバラードっぽくガズレレ流ウクレレの感じに合うように、ゆるくやってみようと思います。で、基本的には8ビートでいこうと思うんです。こんな感じにしようかな。ちょっと見てて。慣れない服を着た、これね、 C を押さえてやりますよ。アルペジオであるんですよ。はい、これアルペジオなんですけど、この前半だけアルペジオやります。テンテンじゃあじゃんみたいな基本。後半は8ビート、前半はアルペジオ。ダンダンダンじゃんじゃじゃん、ダンダンダンじゃんじゃん。わかる？最初1弦と4弦同時に弾いて3、2、じゃんじゃじゃん。はい、ちょっと難しいから雰囲気結構で、だからこれカッチリカッチリやるような感じじゃなくていいと思うんですよ。4つ弾きも混ざってもいいし、8ビートのゆっくりじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、ゆっくりやる8ビートが混ざってもいいし、いろんなこの要は感情表現ですから、このその時の感じでやるのがいいと思うんですけど、基本的には、今からここにリンク貼ります。このリンク先はウクレレ的リズムのいろいろなんですけど、まずは8ビートが基本にあって、アルペジオっていうのとミックスされてます。これはですね、この通りにやらなくてもいいんですけど、なんかこうちょっと落ち着いた雰囲気の時に結構使えると思います。ポイントとしては、この C が続くところあるじゃないですか、まあ、こことか、まあ、こことかこことかで、ここはね、わざとはコード書くこともないんですけれども、C のサスポーとか、サスポーっていうのは、C のサスポーっていうのは、C を押さえたままここなんですよ。で、C のアドナインスっていうのは、C を押さえたまま3弦の2フレットなんですよ。これをちょっとなんか、なんていうの、ムードで入れるっていうか、決まりきった感じじゃなくて、今のサスポーです。今度は、これ C アドナインスで。これをちょっとおかず的に入れて、雰囲気で持っていくようにします。なんで、あえて書かないですよ。動画の中では。ここにも書いてない。だけど、ちょっとなんていうの、雰囲気で入れる。C サスポート、C アドナインス。C サスポート、C アドナインス。はい。これもちょっと、動画内で、なんじゃこれやと思わないで、ちょっと見てみてくださいね。離れ組さんのバージョンもすごくいいんで、ぜひ皆さんに聞いてもらいたいんですけど、ちょっとそのミックスで。ガズレレオリジナルアレンジで、やってみようと思います。じゃあいきますよ、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォことだから。
僕はどうにくらい僕はどうにくなる、はい、かっこいいバージョンやってみました。だいぶあの原曲とは違いますけど、離れ組さんのこうエッセンスと結構入ってるかなという感じ。でも離れ組さんほどあの崩してないような感じで、あのまあ独特のねこの曲、やっぱねこのベースがいいんで、どんなアレンジでもかっこよくなると思います。私がもし個人のライブでやるんだったら、もうもちろんこれです。見慣れない服を着たつバカつくバカつく、こういうレゲエバージョンもこれ絶対合うと思いますね。ああもう本当やっぱね元がいいんで、あれあいろんなこうアレンジが楽しめると思います。あ今のは私がちょっとやってちょっと リラックスしたこうバラードバージョンでやってみました。ガズレレ流です。皆さんも、自分の好きな感じでいろいろ挑戦してみるといいんじゃないですかね。コードは結構簡単ですからね。はい、ありがとうございます。はい、どうも。ガズレレホームページご覧になってください。ホームページのリンクもここに貼っておきます。まあホームページを見ていただいたらもういろいろわかるんですけどね。まあ一応ザザッと言います。ガズレレガズさん CD 出します。11月にもう今11月もうすぐですよ。なんとダウンロードはもうしてますからね。ホームページにもその辺書いてありますが、ですね皆さん、これです。1枚2枚2枚組の CD になってジャケットこれですよ。はい、1枚は作品としての CD、 もう1枚はレッスン用 CD で、この作品の CD が練習できるような構造になっています。 CD のことを詳しく解説している記事をここに貼っておきます。ここ見てください。でこの CD は全国発売11月15日なんですけど、このイベント11月11日ガズレレの日のイベント in 東京代官山で先行発売します。これは楽しいですよ皆さん、ぜひお越しになってください。ウクレレ持ってきてください。お一人様も大歓迎。もうねその日は代官山すごい面白いことになると思います。3部構成でお昼から夜まで続きます。最初はガズレレの日式典、その次ワイワイみんなで歌う大合唱、その次パーティーです。バイバイやりますよ。よろしくお願いします。はい、2018年もいよいよ後半です。2018年ガズレレ大合唱ツアーやってきまして、11月はい行きます。和歌山行くよ。大阪行きますよ。和歌山と関西地方、和歌山初めて行きますから、待っとって、バイバイやろうや、一人でも来てや、ウクレレ持ってこいよ。はい、沖縄まで12月行きます。そんな感じでモリモリ行きます。はい、本出してます。こっちは主婦の友から出てる数がめちゃくちゃいいほどにいいこと言ってる音楽と人生と、なんかこう生きるための、はい、はい、こっちはリットミュージカル出てる初心者ウクレレレッスン本でございます。教則本、これすごくいいです。どこの本屋さん、全国の楽器屋さん大抵置いてあると思います。これはいいよ。はい、ガズレレ歌本コーナーも充実しております。コーナーじゃねえ歌本っていうのもあるんです。まあいろいろやってますね、本当にね。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どっかこっちかこっちにあのボタンがあると思うんですけど、チャンネル登録をしていただくとどんどんあの情報が入ってきますけどね。はい、ホームページ見てくださいね。はい、楽しく音楽やろう。ああいいな、今日は大沢敏之、そして僕は途方に暮れる気持ちがいいです。はい、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、チャオ。